どうぞ。どうして写真撮ったらいいんだろう。いいじゃん。パパ気付け。あ、来て来て、よかったよ。うわ、石がゴロゴロしてる。雪？石。本当だ。うん。あの石みたいに。すごいね。うん。これ。うわー、すごい。ほんまや。すごいね、これ。なんやろ。すごいね。ねえ、なんだこれ。あった。うわ、あった。ここだ。あんな、あれや。すごいね。本当だ。一刀石。すごいね。本当だ。でも、天狗を思って切ったと、よかったね、石取ったら。あ、ほんとや。野球進化ギリね、すごいちょっとリアルな感じ。そんなありませんでしたって言われたりしてるけど、見える人と見えない人が多い。すごいね、昔ながらのなんか森が残ってる感じだね。ここに神社あった。うん、神社ね、ここ。この石が神社の守り。そう、この石を。すごいね、でもジブリの世界やな、この石とか。え、何？なんか貼っとかれてるな。あ、どうやって貼っとかれてるの。石ってこんなんやすごいね。うん、まあこの時期はね、夏だったら大変。よし。ねえ、何なんだろうこの石は。花崗岩っていうか火山、火山か。火山が爆発して飛んできたんちゃう？だろ、ここもう 何億年とかそういう話だよ。
球ができた時に飛んできたんですか。すごいなこれも、ね、うん、何やろうって登れる？ピンクは登れる。登れない。登れへんの。だってピンクはめっちゃすごい来てる。すごいな石。お腰の方ね落ちたら置いてくれ。石がゴロゴロやな。家に潰されちゃうからね。でもガノンはね大丈夫。削った感じだからさ、新しくだから、鹿か、イノシシか、ホッサンが、ここら辺で、手強いな、あかん、走んないよ、なるよ、じゃあ、うん、飲んで、鹿か、イノシシだね。鹿はあれやな、あの木の皮を食べるからさ、あの感じで崩れていくんちゃうかな。じゃあ、そうやって。じゃあ、それが無限やん。だから、あの、奈良公園の木は、こう、くぐってあるやん。あの、近くのとこは。そこを食べるの？うん。鹿せんべいじゃないの？違うよ。鹿せんべいは人間が作ったの。